ここまでのオープン戦7勝7敗1引き分けのジャイアンツは開幕前最後のオープン戦に臨みます。先発投手は開幕3戦目に先発する高橋奎選手で、前回登板のイースタンリーグの試合では打球が2度直撃するアクシデントもありましたが、その影響はないのか注目されます。スタメンマスクは小林選手となっていますが、それ以外はこのまま開幕戦に臨むオーダーとなるでしょう。最後のオープン戦で打線の爆発に期待したいです。相手先発はこちらも開幕3戦目の先発が内定しているうち選手です。結果から見ていくと、楽天に6対7で敗れ、オープン戦は7勝8敗と負け越しで終わりました。3本のホームランが出て6点を奪い、打線に少し活気が出たのは良かったと思いますが、ここまで安定していたブルペン陣が乱れる試合となってしまいました。横川選手が先発したイースタンリーグも含めて今日の試合を振り返っていきます。このチャンネルは巨人を応援する巨人ファンのために、巨人やプロ野球に関する動画を投稿するチャンネルです。シーズンが始まれば毎試合終了後の1時間以内にその試合の振り返り動画を143試合投稿予定です。コメント欄で視聴者の皆様と感想戦も行っていますので、ぜひチャンネル登録しておいてください。まずは投手の個人成績から振り返ります。球数の括弧内はストライクの投球数です。先発登板した高橋奎選手は立ち上がりに2本のヒットを打たれて失点しますが、2回以降は1安打に抑える好投で、5回を投げて被安打3の1失点、与えたフォアボールも1つというナイスピッチングでした。71球のうち約7割の51球がストライクと、コントロールで苦しむということは全くありませんでした。ここまでの実戦登板では安定した投球を続けていて、昨年までの3年間は1軍でほとんど活躍できていなかった選手ではありますが、シーズンに入っても活躍が期待できるここまでの高橋選手の投球です。2番手で登板した馬場選手が大荒れの投球で、19球のうちストライクが入ったのはわずか4球、3つのフォアボールを出すピッチングで1イニングを投げきれませんでした。ここまでの実戦では4試合に登板してフォアボールは1つ、無失点投球を続けていて、開幕1軍メンバー入りも濃厚と見られていましたが、このまま公式戦で投げさせるには不安しかない内容となってしまいました。開幕前にイースタンリーグで調整登板ができる機会はありますが、馬場選手に代わって他の選手が開幕1軍になる可能性もあると思います。そうなると候補は2軍で結果を出している泉選手、直前まで1軍帯同を続けていた京本選手あたりになってくるでしょうか。本当に今日の馬場選手の投球は厳しく、どこか故障をしていないか心配になるくらいでした。ワンアウト満塁という厳しい場面での登板になってしまった西舘選手は、押し出しフォアボールとタイムリーを打たれましたが、アウト2つを取ってなんとか厳しいイニングを終わらせて帰ってきてくれました。シーズンに入っても今日のような厳しい場面での登板も出てくると思うので、良い経験にはなったと思います。4番手では連投となるケラー選手が登板しますが、3つのフォアボールを与えて2失点、3つのアウトを取るのに38球も費やしてしまいました。ケラー選手は今日で実戦登板は8試合目で、今日を含め失点したのは2試合目となり、6試合ではしっかりと無失点に抑えています。評価が難しく開幕1軍には入ってくる選手ですが、ブルペンの中での序列は今日の登板で落としてしまいました。5番手では中川選手が登板し、前の投手たちが不安定だった中、貫禄の三者凡退で安定感を見せてくれました。一番安心して見ていられるのは中川選手で、1年間1軍にいられるように大事に起用してもらいたいです。最終回は大勢選手が登板し、先頭打者にヒットを打たれますが、大城選手の盗塁阻止もあり3人で抑えています。強いボールを投げられていますし、変化球の精度はいまいちだと思いますが、開幕守護神は大勢選手しかいません。阿部監督も開幕からの守護神起用を明言したので、中川選手と大勢選手が揃って開幕からブルペンにいてくれるのは昨シーズンとの大きな違いになります。
今日は投手陣全体で8つのフォアボールを出し、最後の試合で不安な部分が出てしまいましたが、好調な投手も多く、2軍にも多くの力のある投手たちが控えているので、ポジティブになって開幕を迎えましょう。続いて野手の個人成績を見ていきます。佐々木選手は俊足を生かした内野安打を放って4打数1安打で、開幕までの全ての実戦成績は62打数22安打、打率3割5分5厘という成績で終えました。阿部慎之助選手以来となる新人での開幕スタメンは確実です。オコエ選手や松原選手などとポジションを争ってきましたが、ライバルたちが状態を落としていく中、佐々木選手は最後まで良いアピールを続け、ポジション争いを制しました。シーズンに入ってどこまでもつかは分かりませんが、一番で固定されるくらいの活躍を期待したいです。門脇選手はライトへクリーンヒットを放ちましたが、1点を追う最終回のワンアウト3塁というチャンスで三振するなど、3つの空振り三振がありました。昨日も言及しましたが、門脇選手のここまでの実戦では三振がかなり多く、リーグの三振王になるペースで三振しています。そこはすごく気になるところですが、開幕前最後の試合でヒットが1本出たのは良かったと思います。丸選手は第1打席で丸選手らしいライトへのホームランを放ちました。岡本選手もセンターへホームランを放ち、主軸の2人に開幕前に1本ホームランが出たのは良かったです。吉川選手もライトへホームランを放ち、2試合連続マルチヒットでオープン戦を終え、良い状態でシーズンに入れそうで良かったです。今日の試合では小童和選手がノーアウト1・2塁という状況で2塁ランナーで牽制死するという場面がありました。小童和選手が牽制死するのはこの短期間で2度目となり、2度と起こしてはいけないありえないプレーです。初球に様子見の牽制が来るのは日本の野球独特のものだとは思いますが、次同じようなプレーがあればもう堂和選手のことは擁護できません。シーズンに入ってたくさん打ってくれることも期待しておきます。今日のイースタンリーグでは横川選手が先発登板し、3回を投げて被安打3の4四球0で1失点という内容でした。三振も3つ取れていますし、悪くない結果だと思います。2番手の畠選手は2イニングを投げて2つのフォアボールを与えて3失点という内容でした。これまでの実戦では割と安定していましたが、6試合目の実戦登板で大きく乱れてしまいました。3番手のルシアーノ選手は三振も1つ奪って三者凡退に抑える好投で、ここまで6試合に登板して与えたフォアボールは1つだけと、課題だった制球が改善傾向にあるのは嬉しいことです。大江選手は2失点、平内選手は1イニングを無失点に抑え、同点の最終回に登板した菊池選手は先頭打者にフォアボールを与え、味方のエラーも絡んで決勝点を与えています。今日の登板で好投していれば馬場選手に代わって開幕1軍の可能性もと思いましたが、今日の内容では厳しいでしょう。続いて野手の個人成績も見ていきます。オコエ選手はツーベースヒットを放ち、2軍降格後は連続試合ヒットが続いています。岡田選手は頭部支球を受けて負傷交代するアクシデントがありました。昨シーズンも頭部支球を受けた岡田選手ですが、大事に至らないことを願いたいです。木間選手がツーベースヒットで1安打、秋広選手も1安打、中田選手がタイムリーヒットと送りバント2つを決める活躍を見せています。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。